はい、皆さんこんばんは。にゃんたチャンネルのにゃんた先生です。今回はですね、フィッシャーズさんが今年の夏場に熊本県の、芦北町にある旧佐敷トンネルっていうところに、心霊動画の撮影に来られました。で、その動画を見てですね、僕もちょっと心霊スポットの動画撮ってみようと思って、で旧佐敷トンネル夜行こうかなと思ったんですけど、昼間ちょっと下見してから夜行こうかなと思って、昼間に、一人で撮影してきました。したらですね、結構いろいろちょっと映っておりましたので、他にもね、なんかフィッシャーズの動画だと声が入ってたりとかしたんですけど、僕の動画は多分声はおそらく入ってないかと思うんですね。編集中も気づかなかったの でもし何分何秒のあたりなんかおかしかったよとか、なんか変な顔映ってたよとか、なんかいろいろ気づきましたら皆さんもコメントの方をください。よろしくお願いします。それでは早速動画の方どうぞ。はあ、怖えな。一人って結構怖いんすよね。うっ、寒っ。何これ。なんか女性の霊とか男性の霊が映るって言われてる場所ですね。ちょっと今から歩いてるとこを撮りますね。中がこんな感じですね。めっちゃ寒い。これね、昼間じゃなかったら結構怖い。え、何？なんか映ってるんですけど、ちょっと待って、やっぱ一人で歩き怖いんだけど。焦った。ちょっと車に一旦戻ってきましたね。すいません、もうこれちょっと歩いてはちょっと撮影しきらんけん、車でちょっと走らせますね。めっちゃ怖かったわ。画面ファーってなんか映っとったでしょ。とりあえず映しに行きます。じゃあ行きまーす。窓閉めたね。さっきちょうどここら辺でゾワってきて、なんか映ってて引き返したとこですね。ね、昼間来てるのに、めっちゃくちゃ怖いっす。暗いし。ちなみにこれライトアップにしてますよ。後ろが気になる。怖い。抜けました。とりあえず今反対側にちょっと抜けてきて、フィッシャーズさんの動画でやってたなんか祠かなが多分これのこと
じゃないかなとは思います。これね、マジで怖かった。ってことでもう一回トンネル U ターンして、帰りたいと思います。はい、ということで今からまた U ターンして戻って、撮影終わりたいと思います。この前もね、帰り道になんかあったからね。前にぶっちゃけちょっとお寺に行って清めてきたんで大丈夫かとは思いますけどね。ていうかね、結構まだ熊本県って暑いんですよ。暑いんだけど、ここねやっぱトンネルだけあってめちゃくちゃ寒い。手前の方は全然暑いんですけど、奥に行くにつれてめっちゃ寒かったっす、さっき。ということで抜けました。よいしょ。あー怖かった。はい、ということでね、ここ熊本県芦北町にある佐敷トンネルですね、フィッシャーズさんが来られた、一応昼間来てみたんですけど、昼間で腰ここはいけん。夜行かれたフィッシャーズさんってほんと勇気ありますよね。めっちゃすげえ。奥一人じゃここは聞きらんですね。なんでもし夜撮影するとしたら、まあ友達が一緒に行ってくれる時か、まあ他の YouTuber の方で一緒に行ってもいいよっていう人がおられる時に限って、ここはまた夜は撮影行こうかと思います。はあ怖かったな。ということで今回の動画は、ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。今から帰って編集します。バイバーイ。